ヒデカワ女子部初登場のゆかちゃん、よろしくお願いします。お願いします。ゆかちゃんは甘いものとか好きですか？大好き。大好き。1日3回スイーツ食べよう。いや朝昼晩のご飯の後みたいな感じ、うん、間挟んで、すごいね。今回はゆかちゃんにぴったりな、うん、ちょっと秘密のあるスイーツ屋さんに行きたいと思います。秘密って何？ちょっとそれまだ言えないんですよ。ちょっと気になるんですけど、行きましょうかね。やってきたのは福岡市中央区赤坂にあるベアーベアー。ブルーの熊の看板が目印のお菓子屋さんです。こんにちは。いらっしゃいませ。かわいい。かわいい。見てすごい。ケーキとかお菓子がいっぱいある。ありがとうございます。何この夢の世界にやってきましたみたいな、ね、なんか幸せになる、ことに来たので嬉しい。心満たされる。満たされる。さっき小雪ちゃんが、はい、秘密があるって言ってたんですけど、はい、なんかこう見た感じ普通のケーキとかと全然変わらないんだけど、ね、うん、何が違うんですか？そうなんです。このケーキ全部お米とか大豆で作ってるんですよ。植物性のみのケーキとなっております。植物性のみ。お砂糖とかは？お砂糖は真っ白の精製されてない砂糖を使ってます。メープルシロップとか甜菜糖とか。なんか私自身がケーキ好きすぎて、はい、毎日食べたいけど食べたら太っちゃうので。確かにそれすごく分かる。そうなんです、そうで私アトピーもひどくて、でそれがなんかその大豆だったらマシなんじゃないかなと思って作り出したんですよ。どうせ食べるならいいものをと思って材料もオーガニックのものを選んでいるので、本当安心してお召し上がりいただけるかなと。うわー、私が常連になっていいですか？お願いします。食べてないのにもう常連ですか？早いな。もう満足ですよね。早速おすすめのケーキを試食させていただきます。どんなお味なんでしょう？私の方がザッハトルテ。チョコレート使ってないんですよ。そう、見た目チョコレートです。ちょっと待って、いやチョコココアと豆乳と甜菜糖から炊いたソースを使って作ってます、すごい。こちらのいちごショート、はい、これ中に何が入ってるんですか？こちらにはスポンジを、これお米と豆乳で作ってます。このクリームは？クリームも豆乳です。豆乳クリームってことですか？はい、じゃあいただきます。お願いします。うん、クリームが滑らかですね。そうなんですよ。普通のケーキと本当に味変わらない。豆乳生クリームなのに。うん、スポンジすごいしっとりしてて、うん、これがお米と豆乳で作ってます。そうなんですよ。じゃあ私も行きましょうか。正直言っていいですか？チョコレートみたいです。本当にチョコレートのような濃厚さとコクっていうんですか、それがしっかりとあって口の中にね、しっとりねっとりとまとわりつくような濃厚なケーキですね。お米なので腹持ちもいいので。なるほど。お店では焼き菓子も販売しています。お豆腐フィナンシェは豆腐感が一切なく、アーモンドのいい香りが口に広がります。こちらのクッキーもサクサクで癖になる美味しさ。やっぱいいですね、スイーツってね。幸せな気持ちになりますよね。やりがいはどういうところに感じていらっしゃいますか？やりがいはですね、はい、お客様からもうこんなお店待ってたとか、アレルギーの子のお母さんとかもすごく感謝してくれて、私神様みたいにしてくれたりして。待って、神様ですよ。 神ですか？いや神じゃないんですよ。でも本当にね、いいものをっていう思いでね、やってらっしゃいますからね、はい、これからも美味しいケーキと焼き菓子を作って作ります。みんなを幸せにしてください。はい。